こいつは珍しい、お客さんとは。全くもって何やってんのかね、上の奴ら。招待した覚えはないぜ、帰んな坊や。そこをどいてもらおう。武器を捨てて床に伏せるんだ。やれやれ、礼儀を知らない坊やだ。そんなんじゃ長生きはできないぜ。もう一度だけ言う。武器を捨てて床に伏せるんだ。そいつはできない相談だ。出直してきな。ここで俺と出くわしたことをあの世で後悔するんだな。おお、少しはやるようだな。ならば楽しませてもらうとするか。そこまでだ。ああ、そのようだ。だがな、ここを死守するのが俺の任務なんでね。